えー、皆さん、こんばんは。本日も人間力 YouTube 対談の時間がやってまいりました。本日のゲストはですね、矢部裕樹さんです。よろしくお願いします。お願いス。いや大島さんからですね、改めて矢部さんの紹介をですね、お願いしてもよろしいでしょうか。人でいうと、天才講師。<ー>天才講師でありまして。はい 僕はあのもう本当にパートナーですね。で一緒にやっぱりこの「よしく」プロジェクト今「よしく」という、えー、世界一古い世界一世界一の夢の叶え方夢が叶うプログラムだと僕は思ってるんですけどその世界一のプログラムを作ろうって、えー、夢が叶う世界一のプログラムを作ろうって言って中でその「よしく」という日本の古き 最高の文化考え方をもと、えー、に「ヨシクという「ヨシクメソッド世界最高の夢の叶いえ方のプログラムを矢部、えー、ゆきと一緒に、えー、作らせていただきまして彼がいないとプログラムは僕はできませんでした。もともとは「ヨシク合宿」「夢合宿」っていう形で、うん、どうやったら夢叶うのかって最高の夢が叶う一泊二日の合宿をずっとコロナ前までやってきて。 でそれをブラッシュアップしてブラッシュアップしてブラッシュアップして作ってきたのがこの「よしくメソッド」うん「よしくメソッド」で「よしくメソッド」が一人でもたくさんの人たちに、えー、日本中の人たちに届いていただいて「あ夢って叶うんだ」っていうことをそして「夢は叶う人生を増やしていく」今そんな「よしくメソッド」を伝えていく伝道師講師が700人を突破しましたけどその700人の方たちの 講師育成をやっていただいたり、えー、そしてこの講師用のプログラムを作ってもらったり、ということで今は予宿プログラムの生みの親でもありますし、そしてあの今、お母さんの学校っていう、これも人間力大学のメインコンテンツなんですけど、お母さんがやっぱ子どもの才能や可能性を伸ばしていったりいく、えー、そんな。 お母さんの学校のおプログラムを作ってお母さんが学ぶ心理学、子供たちのために学ぶ心理学の講師でもあります。数月のお母さんたちの悩みをもう何百人何,何千人というお母さんの悩みを聞いてきた <laughs>、えー、講師でもあります。悩みを解決してきたヤミユキです。いや、よろしくお願いします。すごいすごいますすさんそして 今回、八木、はい、さんに登壇していただくのが5月15日の人間力大学月曜日ですね、20、はいうん、時から登壇していただくんですけど、タイトルが不安から脱出する3ステップっていうテーマでお話をしていただきます。脱出したいです。脱出したいです。大島さん、<laughs> <laughs> お島さん、そんなあれなんじゃないですか。不安みたいな感じじゃないですよね。不安 <laughs> は,は確かにそんなないかもしれない。 だから、でも今回、矢部さん、あれですよね、この感情のペこうコントロール。そうですね。うん、一応、不安っていう題名にはしたんですけど、イライラとか悲しみとか、なんかこう、マイナス感情とのまあ向き合い方みたいなお話をさせてもらおうかなと思ってまして、なんか5月って、ちょっと5月病っていう言葉があるように、なんか新年度から新しいことに挑戦したりしている人が、ちょっとこう、気持ちが落ちやすい時期だったりとか、うん、なんか不登校になりやすい時期だったりとかするんで、なんかそういう。 こととかあとなんか予習でもそうなんですけど、ワクワクしてスタートしてるんですけど、ちょっとなんかこう疑い始める時期だったりとかするので、まあ、そんなお話をさせてもらおうかなと思ってます。なるほど。大島さんは何かありましたちょっとイラッとすることとか、ちょっと悲しくなったこととか最近。最近というか、でもよくやっぱ本当にゴールデンウィーカー系は、なんか本当に自ら命を絶ってしまったりとか、うんうん、なってしまっうりとかね。そういうのが やっぱり多い時期なので、ちょうどいい時期に、その、矢部、うん、きの話が聞けるっていうのは、すごくいいなって今、聞いてて思いましたね。最近落ちるってことはね、俺はね、あんまり、最近はだいぶ心の状態をこん、うん、いい状態で保てるようになってきてるので、大丈夫かな、今俺は、俺矢部さん、これ、3ステップっていうのは、やっぱりこう、すぐこう、じゃあ、マイナスの感情からプラスになれるわけではないっていうことでもあるんですか そうですねまあすごい訓練している人であれば瞬時に切り替えることはできると思うんですけど、まあ、通常はマイナスな感情になったときって、なんか溺れ溺れるじゃないですか、そのマイナスな感情に溺れるというか、不安だったらもう、う不安の中に包まれてしまうみたいなで、包まれてしまうと抜け出すのがすごい難しいんですよね。大抵の多分メンタルトレーニングとか学んでいる方とか、あの心を学んでいる方って、多分飲まれる前に処理したりしてるんですよね。入り込まないように、そうならないように。そそうですそうでですす、うん 一旦なんか飲み込まれてしまうとそこから抜け出すのですごい難しくて、うん、そうなんですよだから例えば不登校とかもちょっと行かなくなってまた行くっていうのは割と行きやすいんですけどなんかなちょっと一定期間休んでしまうとなんか行きづらかったりするんですよねその後ってモチベーションすごい必要だったりあと勉強とかでもやる気が失われる前に対処してもう一回復活させることは割とできるんですけどす一回落ちてしまうと ままあまあエネルギーですよね復活させるのなるほど、うん、なので、陥らないっていうのも大事ですし、陥ったあとになんかこう脱出する道筋が見えてると、ちょっと不安が減るのかなと思って。いやこれ、すごいですね。なんか、この不安だけじゃなくて、多分いろいろな感情に飛み込まれる瞬間ってあると思うんですけど、うんうん、前にまず対処できるようになったりとか、なったとしても、この3ステップを通って、復活ができるようになるということですよ。うんうん これはめちゃくちゃ求められてますよね。うん、これは大切だ。絶対聞いていただきたい。えー、ありがとうございます。やっぱ大島さんとかこうメンタルのこととかをやってたりすると、やっぱり感情のコントロールってキーワードになってきたりしますかいや、もちろん、そのスポーツの世界だけじゃなくて、はい、やっぱりあのみんな心のコントロールは難しいと思ったりしてると思うし、感情のコントロールとかっていうのは、あの、 うまくできない、そんなやり方がわからない、そりゃいい、心の状態に保ちたいのはわかるけど、どうコントロールしていいかわからないとかね、やっぱその保てないっていう人たちの方が圧倒的に多いと思うから、でも心の状態、気持ちっていうのは、入れ替えるる。ことは,はできるただまあ、その悩み、その、ね、これ、俺は勇気がどんな3ステップなのかっていうのはちょっと。 そこを聞い,てないから、いろん,、うんま、んな角度からの,、ね、なんかそのアプローチがあると思うので、うんあの、瞬時に切り替えていくことはできても、あの実際に問題を解決できているわけではなかったりもするので、うん、そのただ、どんな気持ちで問題をにああの、えー、と対処していくのかっていうのによって、問題の解決の。うんあの 結論も変わってきたりもするので、うん、なるほど、まあ、そうだね最近、大島さんもよく言われてるんですけど、今回お話ししようと思ってるのが、なんかマイナスな感情をその無理やりプラスに切り替えるっていうより、なんかマイナスな感情っていうのを大切にしていこうっていう話をしようかなと思ってるんですよね。なんか、学び始めのときってこうプラスが大事って分かるから、よりプラスを意識しすぎて、マイナスをこう感じなかったことにしたりとか。 そうするんですけど、まあ、実はそのマイナス感情ってすごい大事な感情だよってお話をしていこうかなと思ってます。いや、実際にね、あの俺、今、その仲間が相談し,にし,し,してくれてる、ねうん、あの、要は、その内容っていうのが、例えばね、その俺の講演でやっぱ喜んだりするじゃん。本気うん、うん、のジャんケンやったりとか、いいねっったりとか。 えっと、前に来た時はすごい気分が上がったんだけど、対面的にやっぱり自分がその喜ぶことができないっていうかね。で、なんか今回き気,気持ちが下がってしまったので逆に。よしくもじゃんけんのように、み本気のじゃんけん、みんなのように喜びたいと思いっきり弾けたい、はしゃぎたい、そんな自分が内側にいるのにできない自分が 表にてネガティブになっていくとかね。うん、で人の成功を見るほどできていない、動けていない自分を見られて、うんうん、どんどん自分に外野になっていく。うんうん、気持ちが落ちるほどもっと動けなくなってしまう。うん、どうすればいいですかみたいなその相談だったりするんだけど。まさにそういう方に見ていただきたいなと思いますけど。でもちょっとだけお話しすると、 なんか僕自,自体がそうだったんですけど、なんかマイナスの感情って見ないことにすると、同時にその反対側にあるプラス感情も見えなくなってくるんですよね。でつまり感情に対して鈍くなってくるんですよ。なので僕もあのマイナス感情がすごく辛かったんで、それを見ないように頑張って、見ないように見ないようにしてきたら、喜びとかも逆に感じられなくなっちゃったんですよ。うん、で僕は SBT とか学んだ時に最初こうワクワクすることを書いてくださいって。 いうワクがあったじゃないですかかその時とかに僕ワクワクってかかんんんなっっっっったたでですすよよ、ねうん、てててだ思ねいうぐらいそのマイナスな感情を封じ込めてしまうプラス感情も同時に封じ込めちゃうんでなのでもしかしたらそのしんどいことが続きすぎてそのマイナス感情まあ何か分かんないですけど悲しさとか孤独感とかあると思うんですけどそれを見,見たくないんでちょっとこう塞いでしまってるがゆえに喜びっていう感情も見えなくなってきてしまってそれでまた負のループに入っちゃってるんじゃないかなと思うんで。 まあ、しんどくない程度にマイナスな感情に向き合っていくというところからスタートしていけたらいいかなと思います、ねなうんね。なるほど。ネガティブな感情になんか、ね、否定的な人たちの方が厚は多いと思うからね。そうなんです。本当に。ネガティブな自分がを否定しているとか、うん、受け入れていないということだよね、うんうん。そうですね。ポジティブでいなきゃいけないが強すぎちゃうと、そのネガティブを否定しちゃうと思うので。 なんか、学びてあるあるかもしれないですね。学びあるある。<laughs> そうそうそう <laughs> だ。だと思います。いやでも誰もが思ってるよね。みんなポジティブ。うん、ネガティブは嫌でポジティブ。いや、そうなんですよ。本当に。そう。うん、なんか、大塩さんもたぶんたくさん聞くと思うんですけど、僕ら結構自分を変えたいっていう人 が周りりに多いいいいじゃなででですすすかか今回変変わりたたんんとか自分変えたいんですってその変えたいっていう要素の一つがこのマイナス感情から変えたいマイナス感情を変えたいってなるとプラスの方ばっかりを見るようになってしまうのが、まあ、なんかこう通る道というかなんじゃないかなと思っていてでそれってマイナスが悪いんだっていうふうな認識に,になってしまってると思うんであそうですマイナスが悪いことなんだと思ってるかあの、うん、ネガティブな感情は すごく大切な感じなんだと思うかね、うん。全然変わってきそうなんです。変わってくるんですよま。まず最初のステップとしては、その、うん、ネガティブな感情はマイナスの感情じ,じゃないよっていうことを知る。そうです。ですですはい。もうステップステップ1をね、今まさに言ってもらったんですけど、ステップ1がまあそういうことですね。うん、そこからスタートです。はい、おー、E3 <ー>は本番に取っておくわけだね。 そうですね、それがいいかもしれないですね。確かに、確かに、そうですね。もしも、この辺り予測がついちゃうと思うんですけど、じゃあ、本番に取っておきたいなと思います。いや、分かんないから、まあ、でもちょっと、はい、取っておきます。はい。ありがとうございます。ぜひですね、今回もヒントがあったと思うんですけど、ネガティブな感情とどう向き合うのかっていうところと、またネガティブな感情を否定して押し込めてしまうと、同時にプラスの感情も感じづらくなる。 うんうん、ネガティブな感情と少しずつ向き合っていくっていうネガティブな感情がいるっていうステップが大切だってことですよね、うんはいで。この続きはですね、ぜひ5月の15日の人間力大学で不安から脱出する3ステップ矢部由紀さんにご視聴していただきたいと思いますので、うん、当日ぜひぜひ概要欄から見ていただいたらと思います。うん、大島さん、矢部さん、そして見ていただいている皆さんも本当にありがとうございます。ありがとうございます。 当日楽しみにしてます。ありがとうございます。ます今日はキャンピングカーから届けました。<laughs> キャンピングカー。<laughs> ありがとうございます。ありがとうございます。